警視庁が全国の警察組織で初めて感染防止のガイドラインを公表しました。そもそも警察官は人と接する機会が多く、感染リスクが極めて高い職種です。まず挙げられるリスクがこちらです。取り調べなど対象者との距離が近いこと、パトカーや部隊行動で職員同士の距離が近いこと、そして大きな発生などを伴う業務が多いことなどが挙げられます。では実際交通整理の時など大きな声での呼びかけでどのぐらい飛沫が飛ぶか、警視庁が実験を行いました。マスクなしで大声を出した場合こちらです。最大55センチ飛沫が飛ぶと実験では確認されました。そして一方でフェイスシールドを使用した場合ではこのように15センチに抑えられています。こういった飛沫の感染対策として聞き込みはインターホン越しで行うことや、参考人からの事情聴取は電話で行うといった一定の距離を保って対応していくなどを挙げています。また警察官は犯人の確保の時など接触感染のリスクも高いといえます。こちらは今月13日に撮影された歌舞伎町ホストクラブの家宅捜索の様子です。クラスターが相次いでいることを受けて捜査員が全員防護服を着用しています。ただ人と対面することが仕事の警察官ですが、なかなか接触をゼロにするというのは難しいですよね。はい、本当にそうですよね。今回のガイドラインの発表に対し、重久警備一課長は感染リスクの高い勤務環境にあっても感染予防策を徹底するとともに業務の維持継続に向けた取り組みをしっかり進めていきたいとコメントしています。